どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京ぐるり、インボーク、新しいイベント、アンテイクの日常、やっていきたいと思います。充電がないんで、さっさと行きましょう。フレンドにはね、食欲兼ねきを連れてきてるんですが、こいつやっぱ一回覚醒、っていうかスキル使わせて覚醒させないといけないんでね。ちょっとめんどくさいですね。5フロアこれ、あれですね、充電が持たないパターンですね。スキルでフィニッシュ、HP80!80 っすか。まあ適当にやるか。あー落とせないんだ。しかもこの金木さ、いいぞ。2回しかこう、ああでも結構スキル溜まるの早い。硬すぎない、この金木くんね。ですね、アンテイク金木くん硬いですねこれ。ああやばい、これ8番切るんじゃないか。まあいいや、最終的にでしょ、最終的にやってたらいいんだから。これ使おう1回。10ターンか、スキルブースト、あスキルブーストして10ターンか。なるほどね、ナルトの表紙だよねこれ。30何巻か知らないけどさ、ナルトの表紙だよな。これで歌さんで、歌さんブレイクさせるの微妙だな。あーそっちの金木があれなのね、多いぞ。スキルの回数制限ないんで使いましょう。おら15000、いや全然削れ、全然削れねえな。これは辛いぞ結構。いきましょう。5ターンか、もう一回覚醒やっちゃうだろうな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。なんだわあわあ、ちょっと待って、充電がやばそうだなこれは。ちょっと一回やって使いの、あの金木をね、あピヨってんじゃん、歌さんピヨってるけど、どうしようかな。使って400ダメージ、まれに麻痺、麻痺しろ、しないか。あいや早く突破したい。いやまあいいか、こいつでちょっと遊ぶか。混乱やめろ。あでこれ混乱確定じゃん、強っ。強くないか、混乱確定は強いね。あとつうか混乱点さ、何ターンで解けるの。こいつら永遠にピヨってるけど、全然混乱 しねえけど。ほんで僕が行きます。きっとめ。これ鋳造ブレイクさせてスキルブーストでこいつをさやらそうぜ。次のターンでいいかな、このターン吹っ飛ぶか。吹っ飛ばないようにキャスするんだよな。あどうだろう、鋳造スキルブースト使って、いやもうこれ HP80 切ってんだけどさ、やめ鋳造やめろ。ああ金木か、まあ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 いいだろう。こう、柔道じゃない、柔道の。こいつ硬すぎるんだよ、一旦目のさ。まあいいや、柔道に2回使わして、どうせ使うから2回使わして。あ、落ちねえんだ。金木で落ちるね。まあ俺は、このクエストをクリアできるかできないかより、充電が切れるか切れないかの、これ硬いんじゃ、こいつ柔らかいわ。あー、こいつ、柔らかいはず、錦先輩は。大丈夫。いや、硬えな。普通に硬いわ。マジっすか。いいや、重蔵貯めて、金木使っとこう。金木多分あと1ターンか2ターンなんだよな、こいつ。ピヨルのってさ、失敗するとか、あ、麻痺したぞ。いいぞ。動かないでしょ、どうせこいつ。動かないです。動けないでしょ。で、多分重蔵溜まるから重蔵使って、で2回目から攻撃力アップするんだよね。あでもちょっと柔らかいな。OKOKOK、 こいつまだ麻痺してるよね。いつまで麻痺するんだろう、この金木の麻痺って。相手、あ解けたね。使って、クソが、クソが、金木使わして、おーっと危ない 20%。 これ待て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 、今 15% もう減ったってことでしょ、やばいな。マジっすか。やっぱ溶けてたんだ。OK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 、 やばいぞ、急げ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 、クリア条件充電を持たすことになってるなこれ。あーかやさん、かやさん硬いっすね。よいしょ、いいぞ。あー金木でブレイクさせたくなかった。まあいいや、金木のスキル1回使って、
早くラストまで来た。これやっぱあれだね、安定メンバーってことはラスト10日なのかな。これはやるわ、ね、ちょっと待って、これさ俺の画面の暗さ落としていいっすか。落とします。多分そっちは大丈夫だと思う。大丈夫だよね、多分そっちは暗くなってないはず。 OK 行きましょう、使って歌さん使って重蔵重蔵金木ね。 OK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  スキルブースたまるで金木使う。多分ねこれねスキルブースト使わなくてもいけるはず。 OK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  で次重蔵のやつでスキブ使うから使えるならだけど、いやこれ微妙だな。金木ブレイクしろ。 OK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  これ金木で吹き飛ばしましょう。あこれ重蔵2回しばいて、あーたまんねえか、まあいいや、いけ金木。あーそうか、あー今の流れ的に遅かったのか、それともなんかスキル発動できないターンの越し方だったのか、まあ、知らないけど、おら、あーやべえ重蔵発動させてからの方が良かったかな。まあいいや、やるね、オッケーもう一回打てる。でもこれスキルブースないから重蔵のスキルを使いつつ、スキルをね見てる暇はないんだよ、これ時間があるからね俺には。おらきついね、きついね。俺さ駒さんのさなんかネクタイがドブみたいだって冗談きついなーがさめっちゃ好きなんだけど、あれトーカが言ったんだっけ。多分そうだよね、なんかトーカの回想みたいな感じで出てきたんだよね。まあ、そんな話置いといて、あ別そんなにあれだな、硬くないのかな、どうか。金木ですね。ドン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 。オッケーオッケーオッケー。まあこいつスキルブースト使って10ターンになってるからね、まあまあまだ大丈夫でしょ、倒せるでしょ普通に、いけるはず。あでも硬いな。オッケー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 。こいつが変なスキルとか使ってこなければいけるはず。頼む、充電持ってくれ。まだ 10% 来てないからな。あ、まひってるじゃん。いいっすね。柔道出して、殴って、歌出して、あー、微妙。よいしょ。スキルブースト溜まる。で、ここで、金木で吹き飛ばす。スキルブーストプラス柔道。あ、でも、それでも 15,231 なんだ。どうしよっかな、これ。まあいいや、普通に攻撃するか。このターンこうして、まだまひってるでしょ、相手。動けないから次歌でしばいて歌下げてっていうサラック戦でいくか。あ歌のスキル溜まったからこれでやって、金木のブレイクで溜めてスキルブースト溜まらないけど打ってしまって、まひれ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 で次まあ勝ったでしょこれ。おっと危ない、80杯以上残ってないよなこれ、多分多分だけど、OKOKOK。 あスキルでフィニッシュしてないよ。まあドロップしたでしょ、あのかわいい10日。結構長いなこのクエスト、ちょっとめんどくさいかな。いや誕生日アキラさ引こうかと思ったんで石がないんだよね。あドロップしなかった。というわけで、アンティーク日常 A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。